国家資格フレームワークは国家による公式な学位資格レベル認定制度でありボローニャプロセスに参加する47カ国はこれを制定することとされている世界においては142カ国が NQF を導入ないし導入検討している EU 圏内では2014年度中に加盟するすべての国で NQF が整備される予定であり欧州職業訓練開発センターが 欧州各国の一覧を集約している。日本とアメリカでは策定されてはいない。欧州資格フレームワークが定義され、各国の NQF について e ーク f との互換性を制定する作業が進んでいる。e ーク f はレベル1から8までが存在している。アイルランドではナショナルフレームワークオブクオリフィケーションズが公式な資格フレームワークとして定められている。イギリスでは、かつては、 英国資格フレームワークが定められており、イングランド、ウェールズ、北、アイルランドにて適用されている。NQF は旧レベルに分類され、中等教育、継続教育、高等教育が含まれている。2010年、NQF は、クオリフィケーションズクレジットフレームワークに発展的に移行した。それぞれ高等教育資格フレームワークとの互換性は、以下の通り、 スコットランドスコットランドでは12レベルあるスコティッシュクレジットクオリフィケーションズフレームワークが定められている。イタリアでは欧州資格フレームワークが定義されている。フランスでは異なる資格の互換性はフランス政府管理下である国家職業資格委員会が所管している。ドイツではドイツ資格フレームワークが策定されている。オーストラリアでは 合衆資格フレームワークが国家として定める資格フレームワークである。ニュージーランドではニュージーランドクオリフィケーションズフレームワークが定められている。ありがとうございます。